どう？すごいよ。そうだ！え？いや。ひなこさん。星崎さん、どうしたの？青でいいよ。中庭にいたのが見えたから。どう？この場所は慣れた？どうかな。不自由はないけど、なんだかやっぱり変な感じ。変？昔のことは覚えてないけど、でもこんな感じじゃなかった気がする。私はみんなと違って前のことも覚えてるけど、ここの暮らしはどう考えても特殊だよ。やっぱりそうなんだ。そうだ、ねえ、青たちは志保の記憶で私を見たんだよね。それ詳しく教えてくれないかな。私がどういう人物だったのか知りたい。そうだな、どこか強さを感じる人だったかな。私は知らなかったけど、ひなこさん有名なんだって。バレエの天才児だったらしいよ。バレエ、そういう強みを持ってるからかな。しっかりとした自分を持っているように思えたのは。何か感じる。何かはわからないけど、それがとても大事なものだったって確信できる。あっ！この音。ホロトープが出てきたんだ。これで記憶取り戻せるよ。あれがそうなの？私たちも入り口まで行こう。うん。バレエがきっかけか。これはイメージ通りだね。むしろそれしか考えられないって感じだったしね。あの光の先に行けば私の記憶を取り戻せるんだよね。これまで通りならそのはずだよ。みんなに出会ってから、いや、それよりももっと前、一人で寝てるか起きてるかわからなかった時からずっと不思議な感覚があるんだ。不思議な感覚？思い出さなきゃっていう強い感情、それと一緒に浮かび上がってくる自分以外の誰かの名前。ユズ、ライム、ひなこの友達の名前かな。今まで記憶を取り戻す前の段階で自分の名前以外を覚えてる人はいなかったのに。きっと特別な人たちなんだね。うん、そうかもしれない。お願い、私をあそこに連れて行って。もちろん。青のこと
もっと知りたいな。やった！何を作ろう。これ作ろう。任せて。任せといて。わかりました。どれにしようかな、どれにしようかな。一丁やりました。できた。どれにしようかな。材料は揃ってるかな。目的地はあった。行き先はどうしよう。ここに私の記憶が。今度は双剣？あんまり
まり何もないけど。このポーズ、やっぱりバレエを意味してるのかな。ルルベですね。つま先立ちをするバレエの基本です。徹底してるな。志保の思い出で見た時もこの世界も全部バレエのことなんだ。どうしたの白井さん、何か気になることでもあった？うまく言えないんだけど、なんだかバレエって言葉を聞くたびに心がざわつくような感じがあって。ざわつくか。ココラトープ経験者の2人どう？想像つく？私も電車に乗って都会にやってきた時似たような感覚だったと思います。得体の知れない不安とか恐怖とか、心が不安定になるような。私も秘密基地が壊されちゃうって話になった時同じ感じだったかも。なんだかあんまりいいことが起きなさそうだね。まあ今から気にしててもしょうがないっしょ。思い出は今さら変わらないわけだしさ。ありがとう、みんな。それじゃ探索開始だね。目指す場所は？向こうかな。誰かに呼ばれてる気がする。おっと、また出たな。このタイミングでスマホが鳴るってことは、きたー、ヒナコ変身できるって。え、変身？私が？うん、指輪つけてるでしょ。それに思いを込めるんだって。あ、この指輪なんだろうってずっと思ってたけど、まさかそんな力があったなんて。なんだかこれも懐かしい感じがする。もしかしてひなこも。ひなこ、自分の中の感覚に従ってみて。自分の中の感覚？うん、やってみる。みんな準備はいい？よし、やるよ。いつでもいける。加護、極めて。やってやる。まだまだいけるでしょ。次はどうしよう。やっ、やめて。よし、私の番。ほっ、サポートします。攻め時だね。やっ、いってやる。いけ。よし、今がチャンス。私に飛ぶ力を。ここ続い攻め時だね。サポートします。行くよ。攻め時ね。てい、よし、私の番。せい、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。ひなこさんすごいよ。初めての戦闘なのにめっちゃ動けてた。ありがとう。なんだか
初めてやった気がしなくて。やっぱり日向子はリフレクターだったのかも。そっか、だから体が覚えてるんだ。リフレクター、これもそうだ。何か私にとって大切な言葉な気がする。ねえねえママ、どうだった？うん、よくできてたわよ。将来はバレリーナね、ひな子。もっと練習してくるね。今何か聞こえたよね。子供とお母さんの声、小さい頃のひな子ちゃんの思い出だね。私の思い出、探し回ればもっと記憶が見つかるはずだよ。私思い出したい。とても大切なことを忘れてる気がするから。よし、やった。
まだまだいけるでしょ。さあどう動こう。ほっ、いつでも撃てるよ。エールバーンとします。いつでもいける。ほっ、攻めどきね。サポートします。ほら、どうしようかな。頑張って。撃ち抜く。楽勝だったのです。力が湧き上がって、これが絶好調ね。最高の気分。集中力なんですよ。しばらく目を離していてもずっと一人で練習しています。私が何も言わなくても周りの真似をしたりして、自分で技術を吸収してどんどん上達していきます。言葉が悪くて申し訳ないのですが、ちょっと恐ろしいくらいです。ひな子にそんな才能が。ですが、努力を続けられることが一番重要な才能かもしれませんね。頑張っているんですよ、ひな子ちゃん。バレエをしてる時のひな子は家でも見せないような笑顔で、本当にありがとうございます、先生。いえ、すごいのはひな子ちゃんですから、お家でもたくさん褒めてあげてくださいね。華麗に倒してあげる。想定よっ、レイ。さあ、どうか。攻め時ね。ほら、頑張って。どうしようかな。レイ、いつでもいける。やめて。ほんサポートします。見せてあげる。ほら、頑張って。
サポートします。いつでも行ける。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。うん、戦闘開始だね。よし、わたかごやってやる。まだまだいけるでしょ。いける。やめて。あまり無理しないでよ。ちょっときついかも。これだね。攻め時ね。これがいいわね。カゴ、大丈夫？ちょっと休憩する。疲れちゃった。きつい。サポートします。セイフ。まだまだいけるでしょ。あまり無理しないでよ。見せてあげる。これがいいわね。いつでもいける。
私の番。ほっ、やめて。やってやる。これがいいわね。サポートします。さあ、どう動こう。見せてあげる。ほっ、はっ。サポートします。やってやる。大切なものだね。開始だね。見せてあげる。これがいいわね。どうしようかな。えい、よし、わかる。攻め時ね。ここサポートします。どうしようかな。吹き飛んで当たって、楽勝だったのです。Thank you.
します。見せてあげる。そこいつでもいける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。華麗に倒してあげる。いってやる。いつでも打て。ほら、頑張って。よし、私の番。攻め時ね。まだまだいけるでしょ。あ、サポートします。どう動く。ほっ、楽勝だったのです。何かに使えそう。よいしょっと。